が取得したこの左端の土地の上だけに例の抵当権が集中する、これを客体集中説と言います。つまり現物分割、うち取締役は設置会社なんで、うちなんか株主総会で設置会社だぞ、いやいや全部ね株主総会置いてるからそんなの言わんでいい。確認することって書いてあって、会社登記簿、これがこういうふうに履歴事項証明書なんていう形で与えられている場合に、この中でしか出てこない情報があるんですよ。